時は天明七年、先の日の穴国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。この機運の裏に横島なる力を感じ取り、風間人軍の棟梁月心斎は風間一樹、宗月、葉月の三兄弟へ邪気の根源の捜索と封印の任務を下す。妹葉月の身の危険を憂慮した風間一樹は三日三晩の苦悩の末、一つの決断に至る。兄と妹が里を出るよりも早く、己が身一つで任務を果たすため、風間一樹は一足先に里を立つのであった。宇月。これよりは公儀の任、若輩者はここまでにいたせい。風間一樹 VS 柳生十兵衛、いざ尋常に一本目勝負。おりゃ少年、おりゃ少年、風間一樹。うらぁ。二本目勝負。かっ、誰や。はっ、燃えた、燃えてきたぜ。うらぁ、誰や。燃えてきたぜ、燃えてきたぜ。はっ、行くぞ。かっ、まだまだ吹き飛べ。燃えてきたぜ、燃えてきたぜ、燃えてきたぜ。あれ、吹き飛べよ。燃えろ、ドドルラ、ドドルラ、タリア。風間一樹、やけどじゃ済まねえだろ。新影流といや俺でも知ってるぜ。そんなのに勝っちまうなんて。ミネルヴァの間。貴様の無礼な剣で私の相手が務まるとは思えんな。風間一樹 VS
シャルロット、いざ尋常に一本目勝負。勝負ドリア、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 逃げんな、パテロ。燃えてきたぜ、燃えてきたぜ、燃えてきたぜ、吹き飛べ、ドリア、逃げんな、逃げんな。勝者、風間一樹。うらぁ。二本目、勝負。ドリア、風間一樹。やけどじゃ済まねえだろ。その程度の。外流島、牛の国。飛んで火にいる間抜け野郎、この世のお宝は俺様のもんだ。風間一樹 VS アースクエイク、いざ尋常に一本目勝負。勝負勝負ドラ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 、燃えてきたぜ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 。あれ、ドリア、ドリア、ドリア、やっ、まだまだ吹き飛べ、燃えろ、勝利。勝者、風間一樹。うらぁ。2本目、勝負。勝利、勝利、燃えるぜ。こっち、こっち、まだまだ、ドラドラ、勝利、勝者、風間一樹。手間取らせやがって、急がねえと。図に乗ってんじゃねえ、100年早えんだよ。あな悲しや、あな苦しや、憎し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 。芝居小屋。
ここで出会ったのも何かの縁。わしの舞、とくとその身に刻み込め。風間一樹 VS 千両京四郎、いざ尋常に一本目勝負。勝負勝負自身乱心乗れ燃えてきたぜ。風間一樹うらぁ。2本目勝負。味方ヶ原。私を呼んだのはお前。風間一樹 VS 四季、いざ尋常に一本目勝負。燃えてきたぜ。捕まえられる。勝者風間一樹。うらぁ。二本目勝負。けどじゃすまねえだろ。あーくそ、目のやり場に困るんだよ。くそー、そういう作戦か。やり「グリーンヘル」。
風間一輝 VS タムタム、いざ尋常に一本目勝負。けどじゃすまねえだろ。口から火を出す技か。生まれてこの方やったことねえな。なんせいつでも燃え上がれるからよ。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。洛中三門前。俺の姿を見たからにはどこまで飛ぼうと逃がさない。風間一輝 VS 鞍馬夜叉丸、いざ尋常に一本目勝負。勝負ドラヤ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 超熱燃えるぜ。勝者風間一輝。うらぁ二本目勝負。うらぁドラヤドラヤ。避けれるか？あめ、あめ、よけ、勝負あり。どうした？勝者風間一輝。手間取らせやがって。急がねえと。おい、カラス天狗。悪いことは言わねえ。その面。熊野古道。
の用だ。俺は急いでんだ。悪いことは言わねえ。燃やされたくなかったらおとなしくここから消えな。ガキのくせに言ってくれるじゃねえか。いいぜ、やってみろよ。そんなちんけな炎で私を燃やせるってんならな。風間一樹 VS ダーリー・ダガー、いざ尋常に一本目勝負。それまだまだあるや。まだまだ少年燃えるぜ。二本目勝負。まだまだ少年。避けるか。やった。燃えるぜ。タリア。まだまだ。タリア。おれ。まだまだ。勝者風間一樹。やけどじゃ済まねえだろ。なんだよあのえげつねえ武器は。とんでもねえ女だったぜ。ってこう。なくなればいい。静か千年桜。憎し、思い出せぬ。ここは暗くて。てめえが邪気の親玉だな。安心しろ。里で待ってる葉月のためにも、てめえの恨みも何もかも俺が燃やし尽くしてやるからよ。風間一樹 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。ドラタリア。ドラタリア。ドラタリア。タリア。ドラタリア。タリア。ドラ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 。勝者風間一樹。うらー。
許せぬ。この世が、そなたが。憎い。火傷じゃ済まねえだろ。ああ、私は何をしているの。どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっと向こう側へ行けます。シズやシズ、
地図のおだまき繰り返し、昔を今に、なすよしもがな。暗闇の中、誰かが己を呼ぶ声が聞こえる。まどろみから覚醒した和樹の視界に、呆れた様子で見守る兄と心配そうに寄り添う妹の姿が飛び込んだ。あの異界の景色は跡形もなく、咲き乱れた桜が一面を覆い尽くしている。眠りに落ちる前の記憶を遡りながら、和樹は事の顛末を語り始める。すべての力を振り絞り、和樹の炎はすべての邪気を燃やし尽くす。怨恨から解放された静か御前の表情はとても穏やかなものであった。限界を迎えた炎が一つまた一つと小さくなって消えていく。薄れゆく意識の中で、彼が最後に耳にしたのは、ありがとうという優しいささやきだった。空を覆っていた邪気は晴れ、春の空気が森一帯を包み込んでいる。これは彼女が最後に残したこの世の奇跡なのかもしれない。風に背を押されながら、三人は里へと歩き出す。楽しそうに語らう兄弟の姿は、次第に桜吹雪の中へと消えていった。よし、帰ろうぜ、ハスキー。なあ、ボタン鍋作ってくれよ。ハスキーの飯はうまいからさ、兄貴も喜ぶぜ。